皆さんこんばんは。今日も福音喫茶を始めていきたいと思います。福音喫茶、ほとんど毎週金曜日の午後、夜ですね、7時半からやっております。今日も、賛美をして、思いっきり賛美をして始めていきたいと思います。最初に死を打ち破りを歌いましょう。
さる命の光、すべてを捨てた愛、イエスより離す。
までイエスによりたどる。最近世界がですね、目まぐるしく変化している、そんなことを覚えますが、そんな中で想定外のことが多々起こってくる、そして投げ出したい時がやってくる、何もかも投げ出してどこか遠くに行きたいという人も増えているかもしれません。そんな中でこの投げ出したい時を歌っていけたらと思っております。
イエス・キリストの受難を終える季節に入っております。そんな中で死の涙をまた今日も歌っていきたいと思います。救いの希望
16章1節から8節までです。起承転結で4つの部分に分けていきたいと思いますが、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の朝方、早朝、日が昇った頃、墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスは
あなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。今日はこの箇所から非常に大きな石という、そんな題でメッセージを語りたいと思っています。短く祈ります。天のお父様、依然として世界中でコロナウイルスが流行っております。たくさんの方々が感染し、また非常に辛い状況にありますけれども、神様がどうか日本とアジアと世界のお一人お一人を守り支えてください。一日も早くこの疫病から解放されてまいりますように導いてください。金曜日の夜を迎えることができました。疲れを覚えていらっしゃる方、不安を覚えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。主よ、どうか聖書を持って、聖書のメッセージを通して、あなたの御声を通して私たちを励まし、力づけ、勇気づけてくださいますようにお願いいたします。主よ、お語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。起承転結の木の部分、日曜日の早朝のことです。安息日、当時の安息日は土曜日でした。安息日が終わって土曜日の夕方、そして朝を迎えました。日曜日の朝です。マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメ、この3人の女性はイエス様のご遺体に油を塗りに行こうと思っておりました。そして香料を買って準備をしていたのです。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行ったのでした。日曜日の朝早くのことです。彼女たちには墓に行ったとしても一つ大きな問題がありました。心配事がありました。そのことが3節に話し合われています。彼女たちはこんなことを話し合っていたのです。誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか。あんな大きな石、私たちだけではとても動かせませんね。どうしましょうか。行っても誰もいなければ、私たちだけではその墓の大きな石を転がすことはできないんですが、とにかく墓に向かってみましょう。そんなことで大きな石のことが話題となっていました。ところが4節をご覧ください。ところが目を上げてみると、それまでちょっとうつむき加減で、そして悩みを抱えて暗い顔をしていたかもしれませんけれども、それでも前に進んでお墓のところに向かっていたのです。そして目を上げると、なんとその話に話題に上がっていたその石が転がしてあるではありませんか。非常に大きな、女性が二人屋さんに集まってもとても動かすことのできない大きな石が見事に転がされて入り口が開いていたのです。当時のお墓はそのような大きな石を転がして蓋をする、そんなお墓でありました。そこに行ってみると、不安の心配の種はすでに解決されていた、そんなことが彼女たちが体験したことでありました。そして5節から起承転結の天の部分に入ります。5節から7節です。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは非常に驚いています。この青年は天使でありました。真っ白な衣を着たその青年、
その青年が彼女たちに言うのです。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられましたよ。ここにはおられません。いらっしゃいません。ご覧なさい。ここがあの方が納められていた、あの方のご遺体がここに納められていた場所です。もういないでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはいらっしゃいません。さあ行って弟子たちとペテロに伝えてください。イエス様はあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますよと。そして結論の部分8節が最後に出てきます。彼女たちはどんな反応をしたのでしょうか。そのことが歴史的な事実であったということを裏付けるような最もな考えられる最も自然な反応が彼女たちの中にありました。彼女たちは墓を出ます。一目散に逃げ去っていきます。お化け屋敷で肝試しをしているような、いやまた夜墓場に行って、そしてそこで恐ろしいものに出会ったかのような状態ですね。彼女たちは本当にお化けのような天使を見て、しかもイエス様のご遺体がないというそのとんでもない状況を目の当たりにして、そこから逃げ去ったのです。命からがら震え上がって鳥肌が立って、そして気も動転して、もう 一刻も早くそこから離れなければ、逃げなければ、そしてしばらくの間心臓がドキドキと続き、誰にも何にも言わない、その3人とも何にも言わずに黙ってただ黙り込んでいた、恐ろしかったというその状況が記録されております。イエス様の復活ということが実際に起こったということであれば、こういう反応こそが作り話ではない、本当にそうだったんだと歴史的な事実を裏付ける、そんな記述ではないかと思います。非常に大きな石、皆さんの人生にも非常に大きな石があなたの生き手を阻んでいるかもしれません。それはコロナウイルスというものであったり、目には見えないけれども非常に大きな問題、非常に大きなどうしようどうしたらいいんだろうと不安や恐れが次から次へと湧いてくる、夜もぐっすり眠れない、そのような状況であるかもしれません。またさまざまな形の想定外の出来事、その中で私たちの人生には何人かが一緒に力を合わせたとしてもとても動かすことができないような非常に大きな石が私たちの行く手を阻んでいる、そういうことがないでしょうか。しかし今日結論的に申し上げたいことはこれなんです。結論、神様は非常に大きな石を転がしてください。あなたの人生の前に立ちふさがっている非常に大きな石、非常に大きな問題を神様は取り除いてください。転がしてそこからどかしてください。たとえ心配があって不安があって、そのことがその問題がどうしても悩んでこれから一歩も先に進めないというような状況になったとしても、信仰を持って前に進み続ける、そうするときに何が起こるでしょうか。この女性たちが体験したと同じような驚くばかりの恵みを体験することでしょう。神様が今の時代にも生きて働かれる、イエス様はよみがえられて今も生きておられる、その生きて働かれる神様を皆さんの人生の中であなたも体験することができる、そんなことを聖書が教えているのではないでしょうか。
彼女たちはこんなことを語り合いながら、でも諦めないで、諦めないで、その墓に向かっていたのです。前に向かって進んでいたのです。不安があったけれども、どうしましょうかと相談していましたけれども、それでも前に向かってそのところに向かっていったのです。誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか。あんな大きな石、私たちでは力を合わせてもとても動かせませんね。どうしましょうか。行っても誰もいなければお墓のイエス様にお会いできませんね。どうしましょうか。ところが目を上げると、その石はすでに転がされていました。非常に大きな石も神様にとって不可能なことは一つもありません。人にはできないことが聖書の神イエス・キリスト、天地万物を作られ人となられた生ける神であるイエス・キリストにはできるのです。なぜそんなことが言えるでしょうか。イエス・キリストは黄泉から変えられた、蘇られた。死という人間がどう頑張ってもひっくり返すことのできない大きな大きな人生最大の問題、あなたが死ぬという問題をイエス様は見事にひっくり返して、そしてあなたが今の自分に死ぬということが、むしろ新しい自分に、全く新しいイエス様の命に生かされていくという、その新しい命の始まりとなっていく、災い転じて福となる、あなたの自己中心な自分勝手なその罪深いあなたの死というものが、すなわち新しく生まれ、キリストの命、神様の命をいただいて、古い自分に死んでキリストの命を生きていくあなたに変えられていくという時にもなる。そのようにして神様は目に見える大きな問題を取り除いてください。そしてその向こうに道を開いてください。そんなことを思います。今週1週間を振り返ってみますと、人間というのは非常に弱いな、そんなことを改めて覚えました。そしてシモン・ペテロのある日のあの時の姿を思い出していました。それは真夜中に船を漕いでいて、嵐にもてあそばれて沈みそうになる、前に進めない、そんな中で湖の上を歩いてイエス様が近づいてこられた。弟子たちはそのイエス様の姿を幽霊だと思って追いまとって、今日の女性たちのような状況になりました。ところがイエス様はおっしゃったんです。恐れなくてもいい、私だ。そしてペテロはそのイエス様を見て、こんなことをイエス様に願ったのです。イエス様であるならば、私に湖の上を歩いて歩きなさいと命じてください、イエス様。そしてペテロがその命じてくださったイエス様を見つめながら歩くと、なんと不可能に思えた湖の上を歩くということが実際にできたのです。自分の力では絶対にできないけれども、その信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストという方が命じてくださった、その命じてくださったイエス様に目を注ぎ続けるならば、そこから目を離さなければ、ペテロは水の上でさえも歩くことができたのです。しかしペテロもやはり弱さを持った人間でした。風がビュービュー吹いてきて、ふとこうイエス様から目を離してしまって、見えない風やその暗闇、また逆まく波というもの、問題そのものを見つめてしまった。あれは自分の弱さ、自分の足りなさ、自分の欠け、自分の愛のなさ、自分がふさわしくないという、その自分の中にある大きな問題や目の前にあるいろんな不安材料に目を向けてしまったんです。その時ペテロはどうなりましたか。ブク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 と湖に沈み始めたんです。私たちの人生にも全く同じことが繰り返されていることでしょう。イエス様をまっすぐに見つめている時には、イエス様が湖の上でさえも私たち歩かせてくださいます。
しかしイエス様から目を離して自分自身の足りない自分、欠けの自分、ふさわしくない自分、愛のない自分、そういう自分に目を向けた途端に、あるいは目の前のいろんな問題、この問題に目を向けた途端に、たちまち気持ちが全部沈み込んでしまって、ずぶずぶと鬱的な状況に、どん底に落ち込んで落ち込んで落ち込んでいってしまう。しかし今日、そんな私たちであっても聖書は希望を語っています。そうであったとしても、目を上げてイエス様を見つめていくのです。イエス様はよみがえられて今も生きておられます。そしてあなたと共に人生を歩まれています。目を上げてみなさい。その時にイエス様がすでにその問題を先回りして取り除いてくださっている、そんな人生を体験することができたならば、何が起こっても大安心の、そしてイエス様に喜んで聞き従って、イエス様に喜んで聞き従ってついていくことができる、そんな素敵な信仰者として歩めるのではないかと思います。イエス様は全ての良きものを持って私たちを祝福してくださいましたと聖書は語ります。私たちが何かを捧げる前に、まずイエス様が全てを命でさえも投げ出してくださって私たちに捧げてくださいました。ですから私たちはこの歌をぜひ歌いたいと思うのです。全ての良きものでイエス様を称えますと、イエスを愛せよ、心尽くして、彼は私のために死なれた。イエスをあがめよ、心尽くして、彼は救いのあがないとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを称えます。イエスを愛せよ、心尽くして、彼は私のために死なれた。イエスをあがめよ、心尽くして、彼は救いのあがないとなられた。すべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを称えます。すべてのすべての良きものを主イエスに捧げます。すべての良きもので主イエスを称えます。主イエスを、主イエスを称えます。主イエスを、主イエスを称えます。宣伝をして終わっていきたいと思います。日曜日は、一緒に教会に集うことが許されたらと思いますが、
体調が悪い方はご遠慮なさらずに礼拝をお休みなさっていいかと思います。また9時半からスマイルキッズがありますけれども、子どもさんと一緒に礼拝が持てたらと願っております。また10時半からは第一礼拝があります。今教会ではですね、1階と2階の入り口のところにアルコールの消毒液などを置いております。入ってくださる方がですね、必ず手を洗っていただいて、そして入っていただく、また咳や、くしゃみがある方はですね、マスクをして来ていただくということが、お願いしているところであります。いくつかの教会はもうすでに礼拝をお休みなさっているところもあります。またさまざまな形で全員マスクをして礼拝をしたりしている場所もありますし、いろんな状況がありますけれども、臨機応変に私たちの教会も対応していきたいと願っております。4時からは JJ ユース礼拝、8時から9時は夕礼拝があります。夕礼拝はいつも数人が、メンバー数人ですので、広々とした空間で、かなり距離を置いて礼拝もできますので、もしですね、朝の礼拝で、ちょっと心配な方がいたらですね、マスクをなさって、そしてご自分も夕礼拝に出られたらですね、かなりポツポツと10メートル以上距離を置いて礼拝が持てますので、ぜひお伝えくださればと願っております。また杉戸 .church.jp、 だいたい夜ですね、8時9時あたりぐらいでしょうか、夕拝前にアップロードしてですね、そして夕拝が終わる頃には必ず見れると思いますけれども、少し遅れて朝の礼拝の様子などを録画したものを配信しておりますので、それも用いて礼拝していただきましたら感謝です。いつも地図をご紹介していますが、一番近い駅は東武動物公園の駅です。東口から出て堀舟川を渡ると杉戸橋に入ります。迷わなければ10分ぐらいで来れますが、ぜひ、遊びに来てみてください。以上で福音喫茶を終わっていきたいと思いますが、この週末また新しい週にかけて皆様の祝福と守りが豊かにありますようにとお祈りいたします。ありがとうございました。